ルキウスカエサルルキウスカエサルは古代ローマの将軍マルクスウィプサニースアグリッパと大ユリアの息子で初代ローマ皇帝アウグストゥスの養子兄のガイウスカエサルと共にアウグストゥスの後継者候補の一人だったアウグストゥスの側近であったマルクスアグリッパとアウグストゥスの娘ユリアの次男ルキウスウィプサニースアグリッパとして紀元前17年に誕生したアウグストスから見ると 直系の孫に当たるため後継者候補として早くから期待されていた。兄にガイウスカイサル、弟にアグリッパポストゥムス、姉にショウユリア、妹にダイアグリッピナがいる。ルキウスが誕生した年に兄ガイウスと共にアウグストゥスの養子となりルキウスユリウスカイサル、ウィプサニアーヌスと名を変えた。以降後継者として育てられ、15歳となった紀元前2年には、 養夫アウグストゥスによって、紀元2年の執政官に指名され、元老院に議席を得た。この時兄、ガイウス同様騎士階級から青年の第一人者の称号を送られている。アウグストゥスはガイウスに対しても同様の待遇を与えているが、二人を元老院議員とするために、紀元前5年と紀元前2年に自ら執政官に就任している。予定執政官となったこの年、 アエミリア・レピガと婚約し、軍務のキャリアをスタートさせる。しかし同年に予定されていたコンセルに就任する前に、マッシリアで没した。ヒスパニアに向かう途中だった。ルキウスの死の2年後には、アニガイウスも溶接し、アウグスティウスは後継者候補に、つまりウィアドルシッタの連れ子であったティベリウスを選ばざるを得なくなった。 ガイウスが死んだ紀元4年にアウグストゥスはティベリウスをルキウスの弟、アグリッパポストゥムスと共に養子としている。ありがとうございます。